ね本当にいいのあ何がいや、何がって、だってさ、いや、私が美容師になりたいからって、で、今度試験だからって、その、<coughs> なんか練習台に付き合ってくれるって、なんか、ええー、なんか申し訳ないんだけど。いやいやいやしゃあないっしょ。いや、俺も髪の毛ちょっと短くしたいなと思ってたから。ええ、せっかく伸ばしたのに。うーん。ええー。いや、だって、<laughs> 美容師ってやっぱ、うん そういう、なんか、ねえ、あの、カットモデルとか、見つけなきゃいけない。もう、超大変。もう、全然捕まんなくてさ。そうじゃん。うん。だから、それはもう、まあ、身近にこうやって、ねえ、切れるやつがいるんだったら、全然、俺、ね、彼氏、えー、なんですけど、ちょっと使えよ、俺のこともっと。嬉しい。も俺もだってありがたいし。しいあ、ほんとうん。カット台くんだったら。まあじゃあ、 たけちゃんがそう言ってくれるなら、じゃあお願いしちゃおうかな。いいよ。じゃあ、早速。準備し。はい。じゃんちょっと <laughs>、ここだとあれだから、うん。ちょっとじゃあ、お風呂場で切ります。あ、お風呂場で、はあうまくできるかな。うん、うん。じゃあ、準備しあ、頼むよもちろん任せてうん。うん。 よし。うん。うん。よし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 。うん。OK ーでーす。オッケー大丈夫かな、うん、<laughs> えちょ、お前。角刈りじゃねえかよ。ええうん。いや、うんじゃなくてね、ここ。 え、どういうことえ、ちょ、え、なになにえ、でも、いい、いい、いい感じ。いい感じにできた。えっていうか、お前これ。え、な、ええ、怒ってるいや、当たり前でしょ。え、え、<laughs> え、なんで、なんで、なんでい,やいやえいやいやお前。え、なんで、なんで怒ってるいや,いやカットって言うから、角刈りだと思わないだろ。うん、角刈りだったら絶対やってねえよ。 え、嘘え、私言ってなかったっけあ、言ってねえだろえ、これ嘘えごめんえ、私言ってなかったんえそっか、うわ、言ったと思ってたうわぁじゃあお前、これどうすんのこれいや、どうすんのって言われてもでも、その、オッケーもらったと思って、私もなんか、え、ちょっとびっくりしたんだけど、本当にいいのかなと思って、 え、だから、全然その角刈りケ、OK、ーな人だと思ってた。お前、ちゃんと言えよえぇ、ー、俺はまた話別だろう私、言ったと思ってて、えぇ、ー、うわぁえぇ、ー、で、えぇ、ー、でも、うん、そう、うーん、に、似合ってる。いや、うーん。お前ー、ちょっとこれな。超お前、これ。えぇ、ー、もう、そ、えぇ、ー、ごめん。なんか、そんな。えぇ、ー、どうしよう、なんかもう。 え、なんか、服とか、難しいね。そのね、ね。ちょ、ちょ、でてうわぁ。そんな感じお前おかしいだろ。ちょっと、どうしよう。え、だっ、ちょっと、お前、何これ俺、格狩りで俺、外出れんねだろ、これ。いや、その、外は出れるじゃん。まあ、その、堂々とは難しいかもしれないけど。いや、そ、そうだろうな、お前。これ、マジで。ちょっと、どうすんのどうしよう。 <え>お前マジで。で、でも、でも、その、う、うまわ、あの、その、この試験は、試験は角刈りなのね。で、その、正直、正直今日の、まあ、竹ちゃん練習付き合ってもらったけど、すっごいうまくできたの。私、練習してきた回があって、すっごいうまくはできたの。うんうん。だから、その、本当にごめん、私、角刈りって言ってなかったのは、本当に申し訳ないんだけど、 で,でも、私の腕は、あのー、すごい、なんか、上達したかなって、ちょっと思えた。こ,この、なんか、その試験で写真撮ったりして、これ送んなきゃいけないんじゃないのなんか、そういうのあるんじゃないそう、そう、そう、そう。それじゃあもう、パンパンやっても仕方ないよ、も,もう,こう生えてくるまで。ねめんね。なんか。お前が試験を応援するなったら、別にいいよ。もう仕方ねえだろ。もうマジでやったけど。仕方ない。ねめ うん。もう早くパッと写真撮ってもらって。でえ、ちょっと待って、今。そこでどうかな。それで、れで合格するんだったらもういいよ。あ、ちょっとごめん、電話だ。うん電も,もしもしうん。あ、あ、私もね、今から写真撮って送る。あの、彼氏にね、あのー、ちょっと <laughs>、手伝ってもらって。でもね、すっごい、綺麗に切れた、綺麗な角刈りになったんだよ。うん えええええ,え嘘ええだって。えあれそっちえそっちだったのえやばい。うわ、どうしよう、締め切り今日までね、えー。もうやばい。うわ、ごめん。でもありがとう。あでも私今回無理だ。うん。今、あ今回無理か。分かった。ごめんね。ありがとうね。教えてくれて。はーい、はい。何 タケちゃん、あのーね。っごめんはタケちゃんごめんなんだよ、早く言えよ。あのね、あの、私は、あのー、ま、美容師の試験があるって言ったじゃんうん。角刈りの、その <laughs>、あの、試験でのね、角刈りっていうのを、美容師じゃなくて、 理容師の方だった。私そっちの方を見てて、私理容師さんの方の試験の資料を見てて、間違っちゃったみたいで、なんか角刈りじゃなかったんだって。で、私美容師目指してるし、理容師じゃなくて、だから、 この、たけちゃんの写真撮って送ったところで、っていうのがあって、だから、ごめん <laughs> ああもう、ご、はあ、いや、でも似合ってる<し>でも似合ってるお前さ、えっと、美容師と美容師お前間違えるってどういうミスでも美容師と美容師間違っちゃっただってもう、 こいなんかもう、なんで勘違いしてたかなえぇ、ー、何してんのお前えぇ、ー、お前、ふざけんなよ俺意味<前>ねえだろこの角刈りいや、いやでも、だからもう、なんか、だからびっくりしたの私もお願いしたときに、え、OK してくれるんだと思って。そう、びっくりしたどそれでも今どうでもいいんだよ。で、お前が間違えたことに対しても<え>今。私が間違った。うん、私間違った。 そうね。もう無意味な角刈りじゃねえかよ、これ。うん、そうね無意味な角刈りだねでもき、綺麗にできたんだけどね <laughs> ああ、もう。お前、待ちか、これ。もう最悪じゃねえかよ。<laughs> 何なんだったよ、やめ。え。ねそんな、そんな言うお前、ふざけんなよ。 ね言い過ぎじゃないちょっと。いや、俺だってこっからいろいろやらなきゃいけない。友達とかもあったりするし、いろいろこう人と会わないといけない私だって今ショック受けてるんだよ。そうだけどさ。美容師と美容師間違っててさ、いっぱい角刈りの練習して。もう大好きな彼氏まで角刈りになって、最悪だよおがしたんだろうが。角刈りの彼氏なんて嫌だよ。最悪。どうやって街歩いたらいいんだよ。 隣に角刈り恥ずかしくて仕方がないよ。ちょっと、はい、もう、もう、ど、もうままどうすんのは、ずら買ってこいよ、じゃあ。買うわけないだろ、ずらなんて。ずら被ってる方が変だよ。ずらってなんか、すごい違和感感じるし。ちょ、ね、ちゃんと責任、今、え、お前ってどういう状況、今。もう、ショック。ごめんね。竹ちゃんの角刈りも、竹ちゃんが角刈りになったことで、竹ちゃん自身がショックなのはわかるんだけど、 私、昔からの夢だった美容師の試験受けれないっていうショックの方がでかいかもしれないだどうす、なん、なん、なにもうマジでどうすんのだから、カツラ買っても、来てもらうとかしかできないもん。だからもうほんと、ちょっとほんと勘弁して。ごめん、ごめん。別れる。は別れる。いやいやいや、なんで まずそんな言われると思わなかったし、こんな彼女が頑張って角刈り練習して、綺麗に角刈りできて、間違ってたけども、それでも彼氏としてね、もっと優しい言葉かけれるんじゃないかなって私は思ったけどめ、めちゃくちゃなこと言ってる別れる。めちゃくちゃなこと言ってるお前。自分が理容師と美容師間違えて、で、人を角刈りにしといて、ごめん、あの、 これ、試験の課題と違ったわって、俺も,俺もほ。もう、放り出された、もう、一人ぼっちのただのかかりだよ、俺も今。放り出された一人ぼっちのかかがりになってしまうけど、ごめん。って振られてさ。でも、たけちゃん他にもいろんな、ね、人と付き合えるよ。 ちょっと、いやいや、もうマジガチで分かるとしてちょっと待って待って。ちょガチで分かるとしてちょっと待って。角刈り好きな人、いると思うから。いやいやいや、ちょちょっとか、落ち着け、落ち着け、ちけ。ょっと落ち着け。頑張ってね。わ、わかった。わかった。あなた頑張ってね。ごめんね。許してくれるうん。許す。じゃあ、じゃあ角刈りが伸びるまでは、デートはしないからね。 やった次の動画も見てねおすすめ動画もあるよ。<music>